つのようにもお道楽というものがございますが、明治時代には大学生で娘義太夫の追っかけなんてものが流行っていたそうで、まあ今でいいやうんアイドルの追っかけと一緒ですけれども、おい、三四郎、おう、佐々木じゃねえか、こんなところへどうしたいやー、そらこっちのセリフだぜ、ストレイシープ。こんな昼日なくからこんな騒がしいとこで何やってんだ。大方また娘義太夫にでも入れ込んでやんな。ズバリその通り。そんなんで大丈夫かおいさんがやかましいんだろああ、おいさんねえ。 確かにパトロン殿には頭が上がらない。随分と家庭おじさんだそうじゃねえか。うん、もう固いも硬い。布団も硬い先生ってぐらい硬い。15デートに出てからま屋の仕事一筋。遊びというものは一切やったことがないという。へえ、この浅草に住んでて妙なもんだな。ところがついこの間、60を節目にせがれに身台を譲って隠居暮らし。すると妙なものに凝り始めた。おう、道楽かい。道楽とい,いや道楽なんだがな。 まこんな探しい街だから散歩をしてると必ず喧嘩やいさかいに出っくわすすると間に入って仲裁して回ってんだよふんまあ中人は時の氏神とも言うけれどもね人の喧嘩に割った入んのかいうんまあおじさん地主で町役だし何でもこう仲裁がうまくいくと双方からありがたがられて嬉しいらしいんだよ近頃なんぞ大きな動乱ぶら下げて町内を喧嘩や訴訟がないか朝から晩まで探してあるってんだよ へー妙ななものが好きなんだね門様だねね門様いや場所が浅草だからバンズ長兵衛のつもりらしいバンズ長兵衛ってその人芝居なんか見たことねえんだろああ芝居ろかも寄席もゃくも義太夫も聞いたことがないふん耳がくもんかどうもそうやっておだてられたらしいんだよせがれがぼやいてたようちの親じゃあな仲裁するのはいいんだけどそのあと男気を出してみんなを料亭に連れていくってんだ これはおめえ中登りの酒だ、手締めの酒だって一杯馳送するってんだよ。もう仲裁するたんびに銭がかかってしょうがねえ、しょうがねえと。<laughs> ま、犬も歩けば棒に当たるてえけれども、わざわざぶつかりに行って散財してちゃしょうがねえね。へっ。と噂をしていると、おい、な妙な格好したじいさんが歩いてくるぞ。ええあれうちのおじさんだよ。おいおいおい、こんな騒がしいとこまで来るはずがねえのに。大方もう、 喧嘩は見つからないからって、こんなところまで探しに来たか。見つからねえうちに早く寄席へいろうぜ。おうおいそこにいるのは三四郎じゃねえかあ、はあ、見つかっちまったよ。<laughs> どうも、おじさん、こんにちは。お久しぶりで。なんだこんなところで昼日中から。学校はどうしたんだまさかおめえサボってんじゃねえだろうな。ええ、そんなことはめっそうも。じゃなんでこんなとこいるんだ、ええ、あの、校外学習なんですよ。 なんだその校外学習てえな。いやこちらに大変にご高名な先生がご来場なされたというんで、この佐々木君に連れられまして、えー、先生のお話を拝聴しに来たんですよ。なあ、佐々木君どうもこんにちは。いや、今日はですね、あの有名な演芸学の大家と言われる竹本義太夫博士がわざわざ大阪からお越しになったというんで、 この三四郎君を引っ張り出してきました。まあ、机にかじりついているばかりが学問ではない。良き親愛。また、良き学友と語り合うのも学問であると、かの講師も言っております。また、ゲ,ゲーテ曰く。また、えー、ソクラテス曰く。なるほど。それはまた面白いですな。え、今日はですね、おじさん。これだけ大勢のお弟子さんが集まってるんですよ。よよこの雑踏、これみんな生徒さんかい。 確かにさっきから随分と若い人たちが多いと思ったら私ぐらいの年よりも混じってるじゃないかいやそれは学問を始めるのに年は関係ないという先生の志をしったあ上校生たちですもうなるほどそういうもんかああ、開花の先生というものは解明なものだな三四郎そうなんですよですから私も一生懸命勉強してこようと思いましてうんその意だ頑張って行ってこいよあははははは 待て三四郎。だったら私も一緒に連れてってこれ。えああ、いやいやいけませんよ、おじさん。えー、ど、どうしていや、お前が今言った通りだ。学問を始めるのに年は関係ないという。恥ずかしながらそういうありがたい先生の話というのを六十になるまで聞いたことがない。ぜひ連れて行ってくれ。頼む。いや、それはいけませんよ、おじさんあの。学者の話というのは難しいですから。何でも学び始めというものは難しいもんだ。ぜひ連れて行ってくれ。五章だから。 なんだか風向きが変わってきしまったよ。これからどうするどうする。うるせえやい。言っちまったものは仕方がない。バレたらそのままとんずらこいちまえと。どうするれん覚悟を決めまして、おいさんの分まで軌道線じゃない授業料を払いまして、学問所へ入門いたします。舞台の上には県代がしつらえたありまして、出てまいりましたのは当時前世の竹本丸之助。しずしずと礼をいたしますと。 会場はもう割れんばかりの拍手で。おい、三四郎、なんか妙な借直ばったなりの娘が出てきたぞ。先生はどうしたんだいや、さん。あれがですね、今日の先生なんですよ。女の若先生。ほら、あの通り、神みもを着て清掃なすってるでしょえ今は開花の世の中だから、女先生ていうのもいるんですよ。 なあ、佐々木。そうなんですよいや。今日はですね、あの先生、あの先生があの、まず初心者向けのお話をしてくださいます。するとですね、ほら、今お隣にお座りになりました、年いった先生、あの老体科の大先生がそれについて注釈を入れてくださると、そういう会になってるんですよ。ああ、そういうもんなんですか、佐々木さん。ああ、60年生きてて知らないことばかりだなあ、なんて。お医さんが妙に感心しております。 でーんと太沢が鳴りまして始まりました。本日の出し物は、桂川蓮理の仕らみの一節。京都の帯や長右衛門が品の屋の娘をはんと道ならの中になりまして子ができる。女房のお絹は定女でございますからこれを我慢いたしますが、姑の落とせがいじめます。親じゃわやい、親じゃわやい。会場はもう涙涙。ところが光介じいさんただ一人、カッカカッカと怒り出した。おい、三四郎 ここら一体何だおいおい、早速バレたみてえだ。ずらかるぞ。いや、待て待て待て。どこへ行くこれはお前、園芸学の先生じゃねえな。え、え、園芸学の先生じゃありませんかねそうだと思うこれはお前、倫理道徳の先生じゃないか。えり、倫理なるほどな。不倫に不安に家庭内暴力か。あたしもね、新聞くらいは読むけれども、そういう悲惨な事件というものが世の中にはまだ随分とあるもんだ。 あ、なるほどな三四郎いいところへ連れてきてくれた。ありがとうああ。世の中にはまだこんな悲惨な家庭葬儀があるのだな家庭葬儀か。そうだ三四郎。私これから京都へ行ってくるよ。えな、なんでいきなり京都 今、事のあらましはみんなうかが場所は京都。柳の番場、おしこうじ、虎一町の西側。主は帯屋、長江門、篠川の娘、おはん。これだけ分かりゃ、この万髄院の康介が家庭葬儀の仲裁をしてやらには気が済まない。善は急げだ。すぐ行ってくる。ちょ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 、ちょっと待ってください、おじさん。そんな無茶な。 止めるのを聞きませんで、康介じいさん、うちへ帰りますと。鉄工家半わらじばき。当時は東海道本線がもう開通しておりましたから、せがれもどうせ行くんでしたら、新橋から汽車で行きなさいよと勧めたんですけれども、私はそういう地に足のつかない旅というのはどうも気が進まない。大丈夫だ。15で江戸に出た時も、一晩で二十里走ったこの足だ。衰え知らずさ。なんてんで、これから、とうの旅。 普通、東京から京都まで歩いて行きますと、どう頑張っても半月はかかるもんですが、このおじいさん、世に火をついてたった三日で大阪の席。方部を探し回りまして、たどり着きましたのが、柳の番場、おしこう間の悪いことに、ここに本当に帯屋さんが店を出していたそうで。ごめんくださいまし。はい。おいでやす。江戸のお客さんですか <laughs> どうぞ、ごゆっくり。つかのことを伺いますがな、こちらにご主人、長江門さんおいでになりますかなえ 長江門いやいやうちの主人は田平と申しますんでいやいやお隠しにならるとも結構結構そのことについては万事心得ておりますまあお家の恥というのは重々承知でございますが就任は時の氏神とも申しますはばかりながらこの万随院の光介が家庭葬儀の仲裁をいたしたく参上いたしましたどうぞご主人長えも門さんをいらっしゃらないと。 はあ。<laughs> では、ご神祖様はいらっしゃらないとご母道様いらっしゃらないとうーん、これは拉ちがあきませんな。わかりました。えー、先にな、品の屋のおはんさんのところへ話を聞いてまいりましょう。ちょ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 、ちょっと待ってくんな、あれえお、おはんああそれはまたおはんちょうでっしゃろまあ、確かにうちも虎一町や坂井野郎からかわれますがな。 あんまりなぶったら飽きまへんえ、ね、まあ江戸のお客観はお冗談がお好きどすなはははは何を笑っていなさる何がおかしいじゃおかしいも何もおはんもちょえもんもとうの昔に桂川へ身を投げましたええもう身を投げたんですかああ早まりよってこんなことならせがれの言う通り急行でくらいよかった